何やってんのこいつ。一人で。あ、体調の動き見極めた。見極めると風の型を得得できる。なるほど。あ、あいつが使ってるのが風の型なの、もしかして。あいつ何やってんの。一人で。え、暗殺できますよこれ。え、キチゲーか。はい。失礼しますよ。何が風の型じゃ。ボケが、おら、このボケ、あ、ちょっと待って待って待って。パーじゃねえんだよ。パーじゃ、パーじゃないが。おえー、おえー、おえー、パーじゃ。いや、ちょっと待って、今、今だ。攻めろジン。攻めるなら今しかないぞジン。あぶねえ。ジン行け。よーし。やったのだろこっちゃん。よーし、よーし、よーし、よし。これで見極めるのと倒すので2つポイントが入るんだね。よーしよ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 し。これはもらっておくのだ。クナ1本しか持ってねえじゃねえかよ。わあ、これあれだ、頭にこの煙浴びると頭良くなるって俺はおばあちゃんとか親からずっと言われてきて、煙まみれの人生を歩んできたわ俺。こういうとこ行くと頭に浴びときなさい、頭良くなるわよって。お地蔵だ、お地蔵様を踏んづけるな。ジン、誉れはどうした。誉れなど捨てました。地蔵の上を歩くと、ジン、どこまで下道に落ちた。何これ、コオロギ、コオロギゲットしたわ。少年かよ、虫捕り少年の夏休みじゃねえんだぞジン。コオロギ集めると笛の音が得られるのか。なるほどね、これを使って音で誘導するアイテムかと思ったら、そういうわけではなさそうですね。今なら石川先生の首を取れる。しない。今死んでましたぞ石川先生。あなた今絶対死にましたぞ。今峰打ちじゃなければ石川先生は死んでおりました。草、草しか見えなかったわ今。空が白くて草。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。そうです、民を守りましょう、対馬の民を。確かにな。巴は北から来る、そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。何でございましょう。何何何何。おーおーおー、いられて、やばい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 。石川先生おとりになってください。私は、俺がおとりになってる。ならばやるしかないな。おりゃおりゃおら。さあ来いよてめえら。ちょっとさ、石川、行った、石川先生、ちょっと奥の弓兵なんとかしてくれよ。あいつあっぶね。とっとと弓兵からなんとかするんだよ。こんな危ない。チンセイヤー、全く役に立たねえやつだな。よし、やったんじゃないの。やはり打ち手を放つ。おりゃ。情け無用。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。参りましょう石川先生。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。約束しましょう。お主まで死ねばわしの技はついえてしまう。先生の技は私が守ります。先生、巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。ここは見晴らしが良い。見晴らしいいね。挟み撃ちの心配もなさそうだ。確かし。急がねば、地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで。これはどうでしょう。ああ、樽で爆発すぎるね。貴様に猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。持ってねえよんなもん。んなもん持ってるわけねえだろ。足止めになるな。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。火の矢なんて。ああ、半弓で塩かんのだにゃん。敵布の乾いた草に火をつけるにゃん。
ならば下がっていてください。備えろ、猛虎が来るぞ。マジ三角で火の矢を装備できますよっていう感じですね。どっから来るの先生。降りてくるぞ。マジ向こうが先に火の矢放ってきてんじゃん。え、どこどこどこ、向こうが先に火の矢放ってるんですけど、そこだ、燃えろ。よしよし、燃えなさい遊戯ボーイ。あいつら行った行って、ほら燃えろ燃えろ、あそこ燃えて、あそこもっと燃やして、燃やせ燃やせ。やべ、火の矢なくなっちゃった。火の矢は、火の矢、火の矢、おら今です。先生危ない、先生やべ、こいつなんだこのでけえ盾。先生私に任せてください。水の構えが、私にはこいつ、このデブ、このデブ勝てんだ、デブ、このデブどんだけ体力あんだよこいつ。デブ勝て、待て、先生危ない。デブは倒した、危ねえ。ちょっとさ、ちょっとやばいやばいやばい、言い過ぎじゃない、火の矢がもうねえのか。あ、どれぐらい終わったんじゃないの先生。気負ったな。あれが巴。あやつめ長尾の旗を。燃やしてる、煽ってる煽ってる、めっちゃ煽ってる。今からでは間に合わぬ。めっちゃ煽ってる。石川先生、めちゃくちゃ煽りまくってますよ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾広則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです。かつてのわしは若く傲慢で無情だった。広則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか。わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたかな。広則の罪も償えず、巴の心も変えられず、しかし日吉の民を救ったのは確かです。その通りです、石川先生。新たな弟子と共にな。私が弟子でいいんですね。来てくだされ。ああ無論だ。おお、やった。だが巴の後も追う、必ず捕らえねば。承知しました。やった、石川先生仲間になったんちゃうかこれ。やったぜ。お、いいね、ジン、その角度かっこいいよ。しゃあ、技量月中。でもあと1話ぐらいありそうだな。巴との対決があって石川先生が真に金田城に来てくれそう。回避の5分、回避の5分とは、ま、無敵時間が増える。はやぶさ、はやぶさ弓の塗料をもらったわ。 15% の確率で弓によるダメージを受けない。強くない？結構強い気がする。これはちょっとここ空いてるところにはつけてていい気がするな。すげえな、弓のダメージ受けなくなるなんてことある？あれ、誰誰誰誰誰誰、どちら様どちら様？うわ、お茶やって千の利休。志村様はご健勝で。百姓、お百姓、お百姓。今は猛虎に囚われておいでだ。ふん、ご心配なく、辛抱強いお方ですから。戦の技量に優れ、さらに和歌まで。酒井様も和歌を。あ、和歌教えてくれるの？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。なるほど。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも
対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。いいの、歌を読もう。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。なるほどね、歌を読めるようになるのか。うわ、なんだなんだこいつ、なんだ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 、あいつ敵、あいつ味方、クマじゃんクマじゃん。ちょっとお前早く早くやれよ、なんとかしろよ。あー、襲われてる襲われてるやめろやめろ、やっぱこっち来てる、ぬん、やばい外してる、ぬん、は、これ当たんねえの、こいつ避けるのがうまいのか、ぬん、当たってるこれ、あ、当たったんじゃ、え、倒したんじゃないこれ、え、やったー、クマ倒したんじゃないの、え、弓矢で余裕で倒せたんや、なんだよ、なんか前クマにボコボコにされたけどさっきのやつ大丈夫かな、おーい、さっきの民おるか、どっか行ったわ。クマは意外と弓とかで遠くから倒せば安全に倒せんだね。狙い撃つぜー、あ、逃げちゃった。あ、待て待て、あそこで猛攻軍襲ってる、クマ行け、クマやれ、クマ殺せ、クマいいぞ、クマいいぞ、クマいいぞ、クマ。さあ始まりました、今夜の対決、クマ強い、いいぞクマ。あ、でもさ、結構猛攻兵強いな。あ、やばい、クマがやられる、クマ頑張れ、あ、あれは敵の HP か、クマ強い、あ、クマ倒されちゃった、あー、なんということだ、いや、クマの敵一人しかねえ、クマの敵、あそこのアイテムかな、あ、毛皮かなんか、やべ、バレる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 、しょうがねえな、まったく、おれ、うん、よーしよしよし、クマの敵を取った、クマくーん、まあ最初に手出したのは俺なんだけどな、クマが弱ってなかったら、もうちょっとクマくんをやってくれたかもしれない、クマくん、すまないクマ、あー、下消えてる、あらららららら、クマくん、すまないクマくん、なんということだ、おー、獣の皮だけ奪っておこう、これ漁夫のりってやつだ、これは、シュッ、どれどれ、あー、なるほど、結構いるね、この集落を、あ、そこにいんな、やべえな、こんな堂々と歩いてる場合じゃねえな、これ、さては、これやばいやばい、ここ歩いてんのやばい、ひょっとしてこれ、ここはちょっと取り戻そう、なんとしてでも、ちょっとずつ、ヘイヘイヘイ、やばいやばいやばい、めっちゃうろうろしてんじゃん、とりあえずお前を闇討ち、お前を闇討ち、お前を殺す、ででん、よし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 、でちょっとずつあそこのやつらも殺していくわ、お前ら殺すぞ、闇討ちするわ、ヘイ、では、そういうわけで、さらばだ。あ、お前だけ殺してきた。やべ、危ね、危ね、うい、うい、いて、危ね、人殿、今でござる。でもさ、闇討ちしたくて、まずさ、最初の方の敵だからさ、結構弱いから、闇討ちせずに、正面突破でいいかもしれない。俺は修羅だ、修羅、はっ、いて、骨、ね、お、骨、ね、おら、やれ、人殿、ぬん、いいし、ナイスナイス。おい、まとめてかかっていきやがれ、この野郎、行くかよ、ご粒子戦法に切り替えます、危ねえ、こっちでござる、さすがだ、神殿、てか強い強い強い、私の実力はもうここまで成長しているんだよ、水の型でご利用せるから、これは強い、そこ立て崩し、シュラ、これ何これ、あ、これ登り旗、これを取り戻せだから、あと2つあるんだ、せいやーやーやー、我こそは堺家の生まれ堺人、おじの敵を討つためやってまいったぞ、あぶねえ、待て待て待て、こいつはなんだこの黒いやつら、おい、くんじゃねえよ、こいつら、行ってやめ待て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 、なんだこいつら、あっち行きやがれやばい、助けて、集団ストーカーに襲われています、助けてください、人間より強い、人間より強いじゃねえか、こいつらのがよっぽど、どこだ、あー、これかこれか、これで、ね、取り戻した、敵を、ハヤクタルを爆破しろ、生きてるか、物資だけ救出物資だけは救出してやろう、で、あれを爆起爆しろって言ったから、火の矢かなんか必要なんかな、これを起爆
言われても長押しで点火ファイル。じんさんこれやばいっすよ、これ逃げないとまずくない？いやまずまずまず、結構離れないとこれやばいんじゃない？これで燃やして終わり。おーおー、え、なんか来ちゃったすいません、なんか一騎打ち？あいつ課金ユーザーだもん絶対、あの鎧やばいでしょ。やるしかねえのか、怠慢か。かっけえ、ここいや高校だけは誉れを思い出そう。おじ上、父上、力をお貸しください。あ、じゃあ普通に戦って、ドガー隊長、ドガースドガー隊長、あ、やべ、これ待って、ドガー隊長、隊長、おら隊長くず、隊長、おら、何がドガー隊長だ、おら、これ何したらいいの、これドガー隊長はとりあえずパリして、なんとかなんじゃない、ドガー隊長、意外と弱いぞ、ドガー隊長ドガー隊長、さては、行って、あ、やべ、これ、やべ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 、とりあえず回復構えて待つ、縦崩し、あ、崩した崩した、よしよしよし、いや、こいつあれじゃない、あんまりボス戦だけど、ボスって感じではなかったな、ただのなんか雑魚的隊長に一丁前にボス HP バーが表示されたぐらいの感じではあったな。よし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 、なんとかなりました。あ、ここの拠点を取り戻したって感じ。よーし、噂が広まる。お、民の希望になった。俺は最大体力がちょびっとだけ増加したな。俺は民の希望、酒井仁だ。やったぜ、皆の者、ここはもう安全だ。あー、よし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 、じゃこういうでかいとこは積極的に取り戻した方がいいな。これも対馬のため、卑怯とは言うまいな。あー、みんな綺麗にしてくれてる。そうだ、ここで幸せに暮らせ。いやー、対馬の民が、はいはいはい、技量獲得、新たな技を得得、やったぜ、新たな暗号を入手できる、新たな暗号入手しましょう。これ何、鉄ハウ、爆発できる、これ絶対強い。鉄ハウ、猛虎の火薬を玉に詰めて投げれば火の出る武器として使い手があるな。素晴らしい武器だ、ちょっと投げてみようぜ。鉄ハウ、爆発して周りにダメージを与える。じゃあこの辺じゃね、そりゃそうなるわな。でもおもろそう、これ鉄ハウゲットだぜ。あ、この辺の武士まみれ、赤鬼の竹がさ、ちょっと見つけちゃったわ。これいいんじゃないの、これ、悪霊成敗するタービの戦士がかぶっていた傘、これかっこよさげじゃない。なんかこの辺で見つけたんすよ、なんか黄色い鳥追いかけてきたら、このなんか畑みたいなところで、いいもの見つけたわ、かっこいいわ、いいねいいね。あっちも何、あれ火事じゃない、燃えてない、猛虎にやられてない。でとりあえず目標のこっちストーリーの、政子があるから、いやー綺麗すぎない、さすがに背景が、これもう政子殿とかマジでどうでもよくなってきたな。もう紅葉、なんかこの世界だけでなんか四季、冬はないかもしれんけど、あんのかな、この先行ったらありそうだけどね。秋と夏が堪能、桜が咲いてるとことかもあったらマジ最高だけどな。足立家の館、おお、おるか政子、おるか、来たで、足立家の親方、政子殿がおるはず、政子殿、足立家のご一族、誰かおりませるか、誰かおりませんか、政子殿、クソ、ならばしょうがない、奥の手だ、空、奥の手でござる、ぬーん、ダイナミック、お邪魔します。やべやべ、え、賊、え、賊じゃん、え、賊じゃん、あ、マジかよ、おるる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 、政子様どこだ、おるる、貴様、おのれ、この賊どもが、スーパー、答えぬか、ザシュー、答えぬか、いやいや、答えに、あぶね、あぶ、ちょっと待って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 、ちょっと私、今、久々のちょっとプレイなんで、罰でござるよし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 、あ、ちょっと、この者どもは、私、このノートを覚えたでござるよそして、暗殺した者にも礼を持って、
おじぎの角度もうちょっと深くおじぎしてほしかったな、個人的には。なんだ貴様。猛虎ではないが、野党でもない。正体を調べるか。猛虎でもない、野党ではない。これなんだ。人からの謎謎です。これなんだ。雅子殿、どこにおられますか。でもあそこになんかマークがついてるから、多分あそこに行ったらいいんだろうけど。争いの後だ。何者かが押し入ったか。なんということだ。ここで何が。一体何があったんだ。武士はもらっておこう。なんだこれ、何これ、何これ、誰かの槍。薙刀。槍。足立家の女のものだな。家族を守ろうとしたのか。こんな狭いところで薙刀は不利ですぞ。引っかかってしまいまする。こっちは争っているが、争った様子はない。なんか風めっちゃ吹いてる、風めっちゃ吹いてるけど、なんか家の中で風めっちゃ吹いてますけど、これ。あ、こっちか、こっち。あ、ここ調べなきゃダメじゃん。何やってんだよ。逃がそうとしたようだ。あ、本当だ。なんか人形みたいなのがある。この世界のリカちゃん人形。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。なるほど、馬屋を調べよう。手がかりはない。馬屋はどこじゃ。あ、馬屋はここ。誰かが奪ったか。これは血の跡。うん、この足跡は馬の蹄でござるな。そして人の足跡。蹄の跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。追ってみよう。あー、でね、でこっちね、はい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 。ちょっとショートカットしてんなこいつ。急に狙われたのか。弓が。この乗り手、巧みに矢を避けておる。政子殿に違いないでござる。政子殿、あ、待って、馬いるじゃん。え、死んだんじゃないの？死んだんじゃないの？馬のむくろ。わお。これは大丈夫？足立家の馬だな。死んで数日。は？まさこ殿。私です。まさこ殿。誰みたいな。一瞬ちょっと分かんなかったでしょ。社会権。一瞬分かんなかったでしょ。ぶっちゃけまさこ殿。コモダの生き残りはおらぬと聞いていたが。夫は。武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。夫はあれか、オープニングで最初に言った足立殿か。燃やされてしまったんですよ。すみませぬ政子殿、お守りできずに。鬼畜猛虎が。おじうえが囚われの身に。手を結びましょう。私はおじうえを、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。終わりなどございません。対馬の者が手にかけおった。何？なぜ対馬の者が。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は愛見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。我は死にませぬ。死にませぬ。死にませぬ。心は一つにございます。ついてこい。え、てか政子殿めっちゃかっこよくない？わあ、来たね。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。何ですと。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。かっけえ、政子殿。一族の眠る場所だ。拝んでいきましょう、政子殿。私、霊ができますよ、政子殿。ここは拝んでいきましょう。手を合わせまする。必死に助けようとしたが、辛かったでございましょう、政子殿。道端で切り殺された。なんてひどい。姉も孫すらも。痛み入ります、政子殿。赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と、私がこの手で埋めたのだ。辛かったでしょう、政子殿。です。
姉も亡き夫と共に眠りたいはず、北の地で。なれど今は足立の墓に。必ずや、この無念は必ずや。我が誇りにかけて、誉れにかけて、行きましょうぞ、政子殿。これから小金寺へ向かう。小金寺。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。刺客に見覚えは。なよ、よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。一体なぜでござるか。ではなかった。何者かが我が領地を狙った者。綺麗。どこ言ってる場合？綺麗ですぞ、政子殿。こんな、うわ、待って、何これ、何これ、お、いいじゃん、あうんだ、あうん、すごいな、小金寺、綺麗だ、なんか京都のお寺に見た、来たみたいでござるよ。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。鎧お主にくれてやろう。よっしゃー。では、おっしゃー。私は寺の裏道で待っておる。よっしゃー。あー、馬ではいけないのね。黄金寺、小金寺って言ったな。黄金寺のがゴージャスっぽい。でも小金寺って読むと一気になんか安っぽくなる。おー、おるかてめえら。おい、酒井様、お達者のようで。めっちゃ手振ってるやん。お酒井様だぞ。殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。純心。この寺が民の助けになればと広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。草原という名だ。境内を吐いておるはずです。おえー、お民を頼むぞ。吐くな。草原殿、吐いておられる。おい、プレゼントフォーユーしてくれるんじゃん。おプレゼントくれよ、お前。プレゼントマークあるよな。ただですよね、これもちろんね。酒井様。酒井様ですよ。ああ、酒井様に。無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。権次郎。長尾殿のことは無念であった。俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。当たり前だ。あなたのおかげで俺は知らんかな。大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。じゃあちょうだい。ただで、どうぞお受け取りください。え、本当にただでくれるやつじゃん。俺は助かるな。みんなに礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあればあなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。おお、二個の造物を贈り物だ。読み方。お、何これ。武士の威圧、誇り高き対馬の武士に作られた面ほほ。読み方が分かんねえ。ちょっと待って、これかっこよくなれるやつだ。あの PV とかでやってた。お辞儀してる、お辞儀してる。ありがとうと、ありがとう、ありがとうな、ありがとうな。防具かな。あ、これじゃない。うわ、これ、うわ、顔見えな。いや、これちょっとさ、頭逆に取る。おお、いいやん。ちょっと一回ちょっとこれ見ながらちょっと進んでこよう。眼圧。眼圧でござるよ、これ。